は強烈なバックハンド。錦織圭、2年ぶりのウィンブルドン3回戦進出です。試合を終えた直後の錦織圭選手を石黒健さんが直撃。まずはですね、今、2回戦を終えて、今の心境を お聞かせ願いますでしょうか。そうですね、今日は1セット目先に取られる展開でしたけど、その後しっかり落ち着いてプレーができたので、はい、特に後半テニスは良くなってきてたので、いいこう勝ち方ができたと思います。雨による中断もあった第1セット、錦織選手は第10ゲームでブレークを許しセットを落としますが、第2セット以降は次第に相手を圧倒していきました。僕の見る限りはですね、セカンドセット以降は割とスピンの量を増やして深い球を打つように錦織さんがやっていたように見受けられましたけれども、戦術をどのように変えていったんでしょうか。そうですね、やっぱり何か変えないといけないと思ったので、特にセット目こうかなりフラットで両サイド打ち込まれてたので、はい、なるべくこう深いボールとスピンの量も少し増やして打っていきました。一定のリズムになるとすごく彼のストロークはうまいので、なるべくそれを変えようと思いながらプレーしてました。リターンなんですけれども、こうただ当てるだけじゃなくて、あれはやっぱりこう打つ瞬間にこう押し込んでいくんですか。どういうふうに打ってるのか教えてください。そうですね、すごく調子がいいときはしっかりこう重心を低くして、はい、体重も前に乗せながら打ってるので、はい、やっぱりその場でこうラケットだけ当ててしまうとボールが浮いてしまったり力が入らなかったりするので、はい、結構いい時っていうのは前に入って打つことができてます。あとドロップショットなんですけれども、今日もものすごいすごいいいドロップショットがありましたけど、ああいうのってのはやっぱりこう打ちながら芝での感触を確かめながらやったりするんですか。そうですね、今日は久しぶりにこんなにドロップショットが決まる日でしたね。ほぼミスがなかったですし、はい、感覚もすごく良かったので、はい、結構ギリギリを狙えて有効に使えてたので、はい、なるべく使っていきました。2010年のナダル戦以来となったセンターコートでの試合、特別な感情はあったのでしょうか。いや、正直あんまりなかったですね。なるべく試合に集中しようと思ってたので、はいちょっとこうコートが変更になってセンターになったのはびっくりはありましたけど、落ち着いてプレーできました。雨で1日休めたことはですね、恵みの雨ということになったんでしょうか。そうですね、昨日、順延したおかげで、結構良くはなってますね。100% ではないですけど、空いたことによってしっかりリカバリーできたので、明日また試合があるっていうのがちょっと大変ですけど、今日は勝ててよかったです。3回戦はクズネツォフ選手と対戦となりました。どのような戦術を持って臨みますか。そうですね、今日の相手と少し似てますけど、すごくフラットでどんどん打ってこれる選手なので、ちょっとこう芝で、強い選手なのかなとは思うので、なるべく今日みたいにこうバランスを崩させれるように、プレーしたいと思います。勝手にこっちは心配してましたけど、今日の試合見る限り大丈夫そうですね。そうですね、多分大丈夫になってくると思います。ありがとうございました。試合を終えて、疲れてるであろうに、はい、お話をしてくださいましたけど、坂本さん、今のインタビューご覧になっていていかがでした。本当に試合、今彼が冷静にこう分析できてるなという印象はありますよね。はい、石黒さんもポイントを知って言っていましたけども、試合の途中でやはりこう戦術を切り替えられるっていうのは、やはりこう焦っていないですし、相手のことをこう冷静に分析できている、はい、この切り替えですよね。やはりトップ選手ならではだと思うんですけども、ファーストセットを落としても冷静に変えましたよね。はいはい、本当に今出てましたバックハンドのやっぱ高い打点からのダウンザラインはもう見事の一言です、ね、そうですね、このバックハンドはもう世界一と言われていますよね。はい、高いところから打つコースがわからないというふうに言われていますし、はい、ジョコビッチ選手もよくこう対戦するんですけども、あれは本当にわからないというふうに言ってましたからね。そこでですね、試合を終えた後、坂本さんは錦織選手と会ったらしくて、はい、その時はどのような様子でしたか。そうですね、やはり気になるのはやはりこう脇腹のことなんですけども、はい、本人は本当に
いや今日勝てたのが大きかったということと、うん、考えないようにしてるっていうふうに言っていましたので、うんうん、あることで勝負するっていうふうに言っていたので、今のテニスを見ていると当然 100% ではないと本人も言ってますけども、はい、他の部分がこう調子上がってきてますので、しっかりやってくれるのかなと思いますね。3回戦はクズネツォフ戦です。全仏2回戦でも当たりましたね、はいはい、あの試合はあの横で見させていただいたんですけども、ほぼ完璧といっていい試合で、相手がやはりこうフラットでこう攻めてくるのに対してしっかり受け止めて、はい、そこからこう揺さぶっていくという石堀選手らしい戦い方ができていたんですね、はい。まあ、彼もこう警戒していますけれども、次はこのグラスコートということで、うん、よりそのショットが刺さってくる分ですね、うん、やはりこうゆっくり受け止めるというのはクレーコートよりはできないので、はい、そこよりはあの苦戦するあのタフな試合になるのかなというふうに予想します。昨日ね、はい、本当にこう見ていて、もう僕もさっき申し上げたんですけど、やっぱりそのベネトにあの差し込まれてきて、はい、やばいなってなってから、本当こうフォローを大きく出すようなスピンをこう深くこうかけていくようなショット、はあ、やっぱそれをやっぱ瞬時に切り替えていくのって本当にすごいなと思ったんですけど。おっしゃる通りですね。特にこのグラスコートでそれをすぐにやるというのは本当に大変だと思いますから、はい、素晴らしい能力ですよね。そしてサービスもですね、まあ、脇腹が、ね、痛いと言われていたんですけれども、はい、まあいい時は122マイルぐらい、約190数キロ出てましたね、はい。そうですね、あの1回戦よりもあのスピードを上げていましたし、はい、まあ、やはり昨日の今日というのは少しこう心配もありますけども、はい、昨日の夜の感じだとあの大丈夫そうだということでしたね、はい。こちらは今日の錦織選手の様子です。そうなんですよ、練習見に行ったんですけど、はい、もう行って早々、始まって早々3分ぐらい雨降ってきちゃって、はい、錦織さんもね、まあ、すごすごと戻っていきましたけれども、苦笑いしてました。まあ、本人の中ではただこういったものっていうのはもう経験してますし、はい、でも昨日試合やってますから、はい、今日感覚がおかしくなるようなことはありませんから、はい、もう自分の中では少し今ジムで体を動かして、はい、この試合に向けて準備はもう完璧にしてると思います。まあ、本当うまくね、今日勝てばですよ、はい、まあ、やる前ですからなんとも言いません、勝てば明日明後日2日間休めるわけですからね、これ大きいですよね。いや、もう本当に大きいですね。だからですから今日、本当に大きな試合だと思うのは、乗り切ることができれば、はい、まあ、脇腹のことや他の体のことも含めて2日間あれば、もう万全に来週戻ってくるので、はい、まあ、次の試合ももちろんタフですから、はい、この試合をどうやって乗り切るかですね、はい。